講師の馬淵です。さあ、今日のところに行きましょう。今日はですね、在宅医療管理という単元に入っていきます。これからですね、病院ではなく、在宅でと望まれる利用者さんもたくさん増えてきます。その中で、どのような医療器具を使って、どのような、医療体系ですね、在宅で生活をしていくかということで、この在宅の医療管理というのは非常に大切なものになってきますので、今日しっかりと覚えていきましょう。はい、最初はですね、在宅自己注射、という部分ですね。注射というと我々が病院に行って、例えばインフルエンザの予防接種であるとか、まあそういったイメージがありますが、ここでいう在宅自己注射というのはですね、テキストの473ページに書いてあります通り、大部分がインスリン製剤ですね、の注射ということが多くあります。で、これの大きな注意点なんですけれども、テキストにも書いてあります通り、低血糖が最も危険であるというふうに書いてあります。さらにですね、その次に血糖コントロール不良による高血糖が昏睡を招くこともあると書いてありますね。低血糖と高血糖ですね。ですからこの血糖のコントロールというのが非常に難しいわけなんですね。ですからこれはしっかりと医師のですね、指示を守って、間違いなく、在宅自己注射、インスリン製剤の投与というのを行わないといけないということになりますね。はい、続きまして、在宅悪性腫瘍疼痛管理というふうに、読みます。悪性腫瘍なので、癌ですね。で、疼痛というのは痛みです。この痛みの管理、すなわち、ペインコントロールというふうに言われます。で、これはですね、在宅で行うということで、まあ、いわゆるホスピスであるとかですね、そういったところで投与されている、モルフィネ、まあ、麻薬ですね、こういったものが在宅でも投与されるということになります。で、その麻薬の種類なんですが、座薬というのがまあメインですけれども、経口麻薬剤、すなわち口から飲むですね、そういった、麻薬剤というのもありますので、これが試験で問われたことがあります。のでね、このあたりだけを確認していただければいいかなというふうに思います。はい、続きまして、人工透析のお話になります。人工透析というのは2つの種類がありまして、黒板に書いてあります腹膜透析と、血液透析ですね。この2つあるということを覚えてください。で、血液透析というのは、病院に行きまして、例えば週3回とかですね、行って透析をするというものなんですが、この腹膜透析に関しては、在宅ですることができます。在宅自己腹膜管理法というふうに言います。これはですね、月に1、2回、病院に行ってですね、まあ、管理のためにですね、行くだけで、あとはご自宅でできるということなので、社会復帰が可能であったり、まあ、お仕事をしやすいという環境がありますね。そういった意味でですね、非常に画期的な方法ということになります。ただ、ちょっと注意しないといけないことですね。もちろん、まあ、水分補給であるとか、血糖値のコントロールであるとか、こういったことも合わせて、必要なんですけれども、これを行うことによる合併症とかですね、いわゆる腹膜炎というものがあります。これに注意をしないといけないということですね。そういったことにしっかりと注意をしていけばですね、透析を受けている利用者さんであっても、社会復帰が可能となる、まあ、非常に先ほども言いました、画期的な透析の方法ということになります。はい、続いてですね、在宅酸素療法ということで、テキストの474ページから475ページに書いてありますね。で、いろいろ酸素供給器であったり、吸入器具であったりですね、鼻から吸うものであったり、まあ、マスクをしたりとか、まあ、いろいろな、ものがあるわけですけれども、ここで必ず守っていただきたいことですね。この在宅酸素療法をされている方はですね、当然、下記厳禁です。時々ですね、タバコを吸われている方とかいらっしゃるんですけれども、それは厳禁なのでね、これはまあわかるかと思いますけれども、最大注意していただきたい部分となりますので、この在宅酸素療法に関してはですね、ちょっと読んでいただきまして、そういったところを注意しないといけないというところだけね、頭に入れておいていただければ大丈夫かと思います。はい、続きまして、在宅中心静脈栄養療法というのに入りたいと思います。テキストはですね、476ページに、少しだけ書いてありますね。これは経口、口から、もしくは経腸、腸からですね、栄養が摂取できない方、
がですね、静脈に針を入れまして、そこから高カロリー液というのをですね、点滴のように入れていく、まあこういった療法ということになります。ですから首あたりですね、太い静脈から点滴でですね、栄養を入れていくような療法ということになりますね。これはもう当然体内の栄養状態を良化させるための療法ということになってきます。はい、続きまして内視鏡的色増設術についてやっていきたいと思います。テキストは476ページですね。ここを見ていただきたいと思います。黒板にはペグと書きまして、まあ色と書いたわけなんですけれども、まあ一般的にはペグというふうに言われていますね。簡単に言うと、胃に穴を開けてですね、そこからチューブを通して、そこから、いわゆる、先ほどと同様ですね、中心静脈栄養療法と同じくですね、栄養分を、注入するということで、対象となる方は、経口摂取ができない、いわゆる嚥下障害のある方、もしくは意識障害のある方、そういった方々に、対応される、方法ということになります。はい、続いて、気管切開と、人工呼吸器の使用についてお話をしたいと思います。気管切開というのは、まあ、皆さんもご存知と思いますが、喉にですね、穴を開けまして、そこから管をつないで、呼吸をするということですね。これはまあ自発呼吸がない方などにですね、当然対応する方法です。で、そこにつなぐのがいわゆる人工呼吸器というものになります。気管切開と人工呼吸器というのはですね、セットになりますので覚えていただきたいなというふうに思います。ただですね、人工呼吸器というのは、気管切開をされている方だけが対象ではなくてですね、例えば、鼻のマスクをしてですね、人工呼吸器を使ったり、口にマスクをして人工呼吸器を使ったり、まあそういった利用者さんも中にはいらっしゃいますが、ここではですね、言葉だけ、覚えていただけたら大丈夫かなというふうに思いますので、深くは説明しませんけれども、そういったものがあるということだけね、頭の中に置いていただけたらいいかなというふうに思います。はい、最後にですね、在宅自己導尿についてお話をしたいと思います。在宅自己導尿というのはですね、自然排尿が難しい方がですね、管を使って排尿させる方法になります。ですからその都度ですね、管を挿入して行うものと、あと、こちらに書いてあるんですけど、留置カテーテル、管をですね、ずっと膀胱内に置いておくというものもあります。ただですね、留置カテーテルというのはですね、菌が繁殖しやすいですから、例えば膀胱炎などですね、こういった感染症に注意をする必要があります。特に抵抗力の弱い方などはですね、そこから全身に菌が回るというふうな可能性がありますので、ここはですね、しっかりと押さえておきたいところになりますので、注意をしていてくださいね。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。